ファラオには未だ祖国に帰らない遺骨がたくさん眠っています。それを現地の人々は勇気の証として大切に弔ってくれているのです。日本軍に志願しファラオ挺身隊の分隊長となった稲穂さんもその一人。日本人戦没者を祀るペリリュー神社の建立のために土地を提供し、その慰霊に心を砕いてきました。日本人の解体と一緒にこう、まあ、訓練を受けてたわけです、血中の方も。その時に、日本の遺体は爆弾で死んだり、浮上したり、傷ついたりおりました。人たちからね、稲穂さん、いずれ戦争は終わって平和になるから、その時には靖国神社におるんで会いに来てくださいって、この人間がこう死ぬ前の話は相当、この兵隊さんも仲良く行ったもんで、その頃なかなかこう自分の私は忘れねえで、ずっとで戦争が済んで30年ぐらい後に日本に行きました。それで靖国神社にお参りに行きました。それからずっと日本に行くたびにお参りに行きます。総理大臣が靖国神社にお参りに行かないこと、雑誌で見ました。それからある日本人よ、他国の国じゃないんですよ、何千人という人たち、若い人たちが日本の国のために、自分の国のために死んだ人たちを尊敬しないこと、靖国神社にお参りに行かないことは、それはね、考えておくべきですよ。誰もね、戦争はやりたくないよ。もっと大事なのは、自分の国のために命を捧げた。命はたくさんあるんじゃないんですよ。たった一つよ。せめてね、彼たちに心だけでいいから、行った方がいいよ。靖国神社に簡単な話だから、一日一回でいいから靖国神社に向かって心それだけでいいよ。日本に英霊があってこそ日本の国が立ってるわけなんです。日本の経済があってじゃないんですよ。